立憲民主党は昨日、代表選挙の投開票を行い、野田元総理大臣が新たな代表に選ばれました。野田氏は今日、新体制の人事の骨格を固める方針です。私は本気で政権を取りに行く覚悟であります。明日の午前中までには人事の骨格を決めたいと思います。代表選は野田氏、枝野前代表、泉代表、吉田衆議院議員4人が立候補し、1回目の投票では誰も過半数に達せず、野田、枝野両氏の決選投票となりました。野田佳彦さんが立憲民主党代表に当選されました。おめでとうございます。決選投票で野田氏が枝野氏を破り、立憲民主党の新たな代表に選ばれました。代表と言われて、野田氏は今日午後、両院議員総会を開き、骨格人事の承認を得たい考えを示しました。私にない刷新感を骨格人事の中でどうやって作っていくかということは、一つの重要な観点だと思っています。野田氏は自公を過半数割れに追い込む、そのために野党の議席を最大化すると強調しました。